はい、皆さんおはようございます。つるチャンネルのつるちゃんです。今日はですね、高知県の方に旅行に行きたいと思います。目的は高校生の頃のね、知り合いが高知にいますので、その方に会いに行くっていうのがね、一番の目的で、初四国、初高知っていうことなんで、とてもドキドキワクワクですけど、楽しんでいこうと思います。今日はね、そんな天気も悪くないんで、よかったなっていう気がします。それで初高知ね、行ってきたいと思います。まずは、羽田空港に向かうんですけど、まずは駅まで行って、そこから電車に乗って、そして羽田空港に行って、そして高知に行きたいと思います。それではね、ドキドキワクワク、初高知、行ってきます。よし、行ってきましょう。レッツゴー!はい、とりあえずね、駅着きました。いい天気です、今日。駅着いたんで、これからですね、とりあえず電車に乗って羽田空港にね、向かいたいと思います。今日は、山手線が、線路の切り替え工事とかね、通常じゃないらしいので、ちょっとそこだね、気をつけてね、無事ちょっと空港まで行きたいと思います。ではまた。羽田空港に到着いたしました。ではこれからですね、出発ロビー行って、まずね、手荷物の方を預けていこうと思います。はい、今はね、こうやってね、機械でね、こうやってこうタグをもらって自分に貼り付けて、こういう自動のねやつが羽田空港にありますね。で、保安検査通り抜けてですね、自分のその高知行きのゲートの方にもう向かっております。その映像ですね、スターウォーズのラッピングされた、飛行機をね、こう見ることができて、とてもね、こう飛行機を見ることができるのがね、楽しいですよね。そこが今後ろに見えるのはゲートで、こうやって飛行機を見ながら待っているという感じでございますね。それで今機内入ったらですね、こういうドリンクサービスがいただけて、この鬼滅の刃のね、コラボの紙コップになっておりました。飲むのはコンソメスープでいただきました。はい、高知空港に到着いたしまして、預けた荷物をね、ここでピックアップするということになりますね。自分の荷物があったので、またピックアップします。着きました。今の時刻ね、6時ぐらいでございます。もう綺麗にね、ライブとアップされてる感じですね。で、ここからですね、バスに乗ってですね、JR 高知駅の、直結バスがありますので、そのバスに乗って行きます。空港からね、つながってますので、非常に便利にね、高知駅まで行くことができます。高知のね、街中こんな感じになっておりますね。バスから見える風景でございます。はい、高知駅到着いたしました。
高知駅の前にはですね、まあ、坂本龍馬の像と、それからそのね、獅子、幕末のね、獅子たちの像がこう飾られているといった感じでございます。まあ、高知駅のね、周り、こんな感じになっておりますね。JR 高知駅、まあ、路面電車が止まったりしております。まあ、路面電車と、それから、まあ、電車のね、駅があるって感じですね。それで、まあ、ホテルの方に向かっていきます。今回泊まるホテルは、まあ、セブンデイズホテルというところで、外側こんな感じで、とてもなんか綺麗な感じでね、まあ、マンションみたいな感じのホテルになっておりました。セブンデイズホテルさんです。それでは、ね、まあ、部屋の中に行っていきましょう。ですね。まあ、至ってシンプルで、小学校のね、体育館が、小学校が近いんで、小学校のね、体育館が見えるんですけど、至ってシンプル、ね、ベッドを張って、で、バスルームがあってって感じですね。まあ、十分じゃないですか。うん、十分です、十分です。ということで、まあ、ご飯を食べにですね、ちょっと散策しております。まあ、こういったね、植物もね、やっぱりこの関東では見ない植物なので、まあ、こう、とてもね、景色がね、やっぱ新鮮ですよね。で、これはなんか学校、ね、後で調べたら学校らしいんですけども、まあ、時計塔みたいなのがあって、これもまた、おしゃれな外観の学校でございます。広め市場というところに、ね、来ました。これはいろんな食べ物屋さんが、まあ、集まっている、まあ、飲み屋街みたいなところでございます。ただね、人が多かったのでですね、こちらの隣のですね、すぐ隣のこの海鮮レストランで今日はね、晩ご飯をいただきたいと思います。カツオのたたき定食をね、頼みました。いや、大変美味しそうでございます。それではいただきます。いや、これね、さすが高知ということで、大変やっぱ美味しいね、カツオでございました。やっぱ美味しいんでね、ぜひ皆さんね、カツオを食べてみてください。はい、完食いたしました。まあ、大変美味しかったです。これね、ぜひ皆さんも食べてみてください、カツオ。ではね、またちょっとね、まあ、ホテルに帰る前に、まあ、少しね、また散策してホテルの方にね、帰っていきたいと思います。夜のね、まあ、高知城ということでちょっとね、見に来ました。今ですね、この花のなんかね、イベントということで、まあ、プロジェクションマッピングをね、今やってるみたいです。まあ、これはまた最終日にですね、ちょっと高知城は昼間の方にまたよくじっくり見に行きたいと思いますので、また最終日行きたいと思います。ホテルからですね、まあ、今もうシャワー浴び終わって出たところであります。まあ、今日の一日のちょっとまとめをね、まあ、したいと思いますけど、まあ、今日はね、ほとんどが移動っていう感じでした。まあ、羽田空港までですね、自分のところから、自分の家からですね、まあ、車で駅まで行って、で、電車でですね、羽田空港まで行って、羽田空港から、まあ、高知空港、高知龍馬空港ですかね、に行って、で、まあ、高知駅に、JR 高知駅に行って、そこから歩いてホテルに行ってですね、で、まあ、ホテルからまたちょっと歩いて、ご飯をね、食べに行くところを探してた、ご飯を食べてですね、そしてですね、で、ご飯はね、その広め市場っていうところ、まあ、ちょっと見てきたんですけども、まあ、大変ね、賑わってる場所でしたね。まあ、ちょっとね、動画は撮りづらかったんですけど、人がやっぱりたくさん賑わってて、うん、なんか飲み屋街みたいな、まあ、いろんなお店が集まってて、あとはなんかこうフードコートみたいな感じで、こう自分の好きなね、お店でこう注文して食べるみたいな感じだったんですけど、まあ、ちょっとそこはですね、撮影はできなかったんですけども、まあね、ちょっと迷惑になっちゃうので、まあ、見てきましたけど、まあ、でも自分はね、ちょっとそこではちょっと食べられなくて、ちょっと人が多かったので、その広め市場のすぐ隣のところにですね、あの、まあ、海鮮レストランみたいなところがありましたので、まあ、そこでご飯を食べてですね、で、またホテルに戻ってですね、あと夜のね、ちょっと高知城も見てきました。で、夜の高知城はですね、
ライトアップの今イベントをね夜やってるらしくて、ライトアップというかこうなんかプロジェクションマッピングですね、こう花のねこうプロジェクションマッピングをまあ高知城で今やってるっていうことで、まあそれをですね、まあ実際にもう時間的に入れなかったんですけども、うん、まあ外の方からですねちょっとね、やってるなっていう感じのをね見てきましたね。まあ高知城はまあ最終日にまあ昼間の時間帯にですね、見れたらまあ見てこようと思っております。そうですね、ちょっとさっき話が前後しちゃったんですけども、そっちのご飯を食べてですね、ご飯を食べた後にその高知城をちょっと外から見てきたって感じですね。でそしてまた、ホテルに戻ってシャワーを浴びて、はい、今またこれを撮っております。てな感じの、まあ、1日目でございました。大変まあ高知駅の周辺もね、まあ、路面電車が走ってたりとか、あとはやっぱりここね関東の宇都宮の方なので、そっちの方では見られない木っていうんですかね、あれソテツなんですかね、うん、そういった植物もまあ見れたので、やっぱ四国ならではの、まあ、景色がね今日は見れてよかったなって思います。いよいよで明日はですね、はい、自分のまあ高校の時の先輩である知り合いなんですけども、に、まあ、会いにね四万十市の方に朝からもう電車で行くということで、明日もねまた四万十市を観光して、まあそれも楽しみでございます。まあ知り合いの僕の先輩にも会うことができるので、それもまた楽しみでございます。なんでねまた今日はゆっくり寝てまた明日に備えたいと思いますてな感じでですね、はい、今日の振り返りですね、まあ今日はほぼほぼ本当に移動したって感じになりますね。本当にまあ電車乗って飛行機乗ってみたいなね、バス乗ってみたいな、まあ一日本当に今日は移動っていう感じで、まあまた明日もね四万十市の方まで行かなきゃなんないんで、かなりのまあ移動にね今なりますけど、まあまたそれもね楽しんでいきたいと思います。てな感じでまあ一日目のまとめでございました。まあ高知県高知市をね、とてもなんか、まあ、今日は夜だけしか見てないんですけども、はい、とても素敵な街だったなっていう感じがします。なんかおしゃれなお店とかね、おしゃれな服屋さんなんかもこうあったりしたので、あと飲み屋街とかもね、結構盛り上がってたので、とてもなんか活気があっていいなっていう、はい、印象を受けました。てな感じでね、また明日も楽しみでございます。てなわけで、じゃあ今日はね、こんな感じでまとめまして、じゃあまたね、1日目の様子はこれで終わりということで、じゃあまた2日目皆さんお会いいたしましょう。それでは皆さんバイバイ。